さあこの様子を脇に突っ立って薄ぼんやり見ておりましたのが、これが毎度落語の方で五百回になる私同様とまあ言いたいところですが、もう一杯はかけて日当たりの悪いところでまあと育ったごくお粗末な野郎で、なんだなんだこれ、いろいろペラ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 喋りやがったあの野郎、ん鼻っこらしめもで政治の言い通しじゃねえかよ、え、いろんなことを言ってやがったよ、安藤が当たり屋で縁起がいい、うーん、箸が割り箸で綺麗事だ、どんぶりが綺麗で物は器で食わせる、つゆ加減が良くて、蕎麦が細くて、ちくわが本物で厚っぺれてやがんだな、ってやがって漢字を間違えて言えなくてな、なんだかよくわからねえけれども、いくらだって聞いてやがったな、え、あんなもの二八そばですよ、うん、大概十六文と決まってんだよ、キザな野郎だよ、小銭大事に持ってやがってよ、え、勘定するから手出しになんて、ひぶみよいつむななや、うん、そば屋さん何時で、あ、確か九つで、と十十十二十三十四十五十六と、まあ銭はまあ払うからば憎めねえやねあれなんかおかしいな、なんか好きっぽい、ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時で、九つで、当十一十二十三十四、ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時で、九つで、当十一十二、おかしなとこで時計聞いたな、あの野郎よ、こんなとこで時計聞いたら感情間違う、いくぞ、ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時で、九つで、と、あ、よ、あんた九つさん、はい、いやこっちとなんだけどな、と、とってのは一本こう立つんじゃねえのかこれ、一文かすりやがったな、あの野郎、なるほど、少なくもらってるいうわけだよ、あれじゃあそば屋の親父は証言気がつかねえよ、気づいたの俺だけだ、トラマジで俺もやってみよっかな、なんてんでよしゃいいんですか、あいにくその日は持ち合わせがありませんで、あくる日支度をいたしました、もうやりたくてやりたくてしょうがない、準備より少し早く出ちまいまして、すぶー、あー、すみません、すまねえ、すまねえ、おい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 、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、戻れ戻れ戻れ、見てんだ見てんだ、こっち見てんだ、戻るよ、もう、いや戻ってくれりゃそれでいい、何ができんの、鼻巻きにしっぽく、じゃあ何でしようかな、じゃしっぽく、ずいぶん今日はな、寒いな、あったかいですよ、準備よりだいぶあったかいんですけれどもね、お客さん寒いんですか、いやいや俺もな、ゆんべの話なしようと思ってたもんね、ゆんべは寒かったよな、もうゆんべの寒さだよ、もうね、風邪ひいちまったよ、私もね、鼻風邪ひいちゃいましてね、さっき、そばつゆの中に鼻水垂らしちゃって、汚いな、おい、なんだおい、汚いじゃないか、それ、いや、ちゃんと取り替えたんだろうな、大丈夫か、あ、いや、それならいいんだ、それなら、いやー、ずいぶん、不景気で困ってんじゃねえのか、いやー、まあ、うちは、昔からの代々の得意様があるもんでね、うまくいってますよ、あ、そ、あ、そろえたかな、でもなんだぜ、え、飽きずにやらなきゃいけねえよ、飽きねえって言いますね、あ、知ってんだ、あ、あ、そ、あ、そ、あ、知ってんだ、でも、アンドアンド、おめえんところアンドは変わってんだよ、な、丸に、や、矢が当たってねえな、丸の下になんだこれ、矢が変えてやって、これなんだ、矢なのこれ、うちは手前どもは、外れ屋って言うんですよ、外れ屋、それおかしいんじゃねえのか、普通丸に矢が書いてあったらよ、当たり屋ってんじゃねえのか、お客さん、考えても見てくださいよ、食い物商売ですよ、当たるってのはちょっとね、そうだね、そうだな、そうだそうだ、そりゃそうだ、そりゃ そうだよ、でもなんだぜ、この安藤見たらよ、うん、必ず一筆食うようにしようじゃねえか、地域にするぜ、あ、どうぞご地域によろしくお願いしますよ、あう、そしたら江戸っ子だよ、うん、気が短いんだ、あつらえたものがなかなか持ってこねえ、催促してやっと持ってくるなんてのは、せっかくうめえものもな、まずくなっちまうもんな、目そこへ来て世間話にさんしてるうちにお待ちどうさんと来れば嬉しいんだ、なんだ、
そばまだなの？ちょっとね、今湯が冷めちまいましたんでね、火を起こし直しまして、それからゆっくりと。ゆっくりなんて言ってもらっちゃおう。あ、いや、いいんだいいんだいいんだ、ゆっくりやってくれ。俺、江戸っ子って言ってもよ、東北の方だから、ゆっくりやってくれ。ゆっくり回しますよ、回す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 。やれ、相談か。ちょ、遅すぎやしねえか。お待ちどうさまでした。どうぞね、暑いんでね、お気をつけてくださいよ。ああ、乾かなくちゃいけねえ。この界隈、ずいぶん豊かそば出てるけど、お面どもだけだな、割り箸使ってんのは。大概割ってあるよ。丸く削ってあったり、塗ってあったりなんかしてよ。ね、そば食ってんの、お面とかちゃんとこうやって割ってあるね、おい。割る手間が省けていいやな。え、地球に優しいじゃねえか。エコだね、エコ。うん、時代の最先端行ってらっしゃる。うん、ちゃんと、な、洗ったんだよな。電気がぶる下がってるよ、おい。これ、誰か使ってそのままになってんじゃねえの。いいんだよ、いいんだよ。拭いときゃ分かりゃしませんよ。わな、拭いときゃ分かりゃしません。どんぶり。どんぶりだよな。物は器で食わせるってんだ。まったくだよ。いや、中身が少々まずくても、いや、お面とこはまずかねえだろうけれども、どんぶりがいいとうまく食えるってなもんだよな。そこへ食ってると。汚ねえな、おいなんだ、おい。こっちこっち。これ、犬の器かなんかなんじゃねえの。え、人間様食うの？本当に？あ、ここ欠けてんじゃねえかよ。ダメだろ、欠けてんのだし。いや、いいんだいいんだ。回しはいいんだから、回しは分かりゃしませんよ。ねえ、分かりゃしません。あ、よいしょっと。欠けてるよ。あ、よいしょっと。ここも欠けてますよ。あ、よいしょっと。ここも欠けてる。まんべんねえな、おい。どんぶりにも使えるし、のこぎりにも使えるんだな。便利でいいじゃねえかな。あ、匂い。うん、この匂い嗅いで分かりますよ。うん、わざわざあれだぜ、な言ったことありますよ。あの、こうスーッと行ったとこな。で、どんつき右で左やりますよ。なんかね、あの岐阜にもよ、うまい蕎麦屋さんあるらしいんだよな。羽振蕎麦道場って言ったかな。うめえとこあるらしいんだよな。ほら、初寿司を売ってんだろうな。
だな。本物の符。俺病人だもん。あ、そうだ、風邪ひいたって言ったからな。気遣ってくれたんだ、ありがとうよ、そうやさん。これ嬉しいな。よいしょ、よいしょ。え、何？いや、なんかよ、口の中蹴っていかねえんだよな。おかしいな。え、何？お客さん？何？腰が効いてる？やかましいよ。いやもういいや、蕎麦屋さん。本当はもう一杯と行きたいとこなんだから、脇でもっとまずいの来ちまったんだよ。おめんとこな、口直しだ。今日は一杯で勘弁しといてくれ。この通りだよ。いくらだ？16文頂戴します。16文だな。16文って言ったよな。ちょっと待てよ、勘定すっからよ。小銭は細かいんだよ。いいか、勘定すっから手出し。ひふみよ、いつむななや。そば屋さん今何時で？四つです。いつむななや。お口直しは仕立てのお茶です。